では生命の質問に移っていきます。まず幹事社から三崎真紀議員なんですけれども、代表11日までに、署名ができなければ議員辞職するということでしたけれども、先ほどの藤田幹事長の会見で、学校側の大学側の事情もあるので、今日は厳しいというお発言があったんですが、どういうふうに伝えられていますか。学校側が三崎さん曰くは、学校から、報酬を支払っていただいた証拠もあると、いう話なんで、だからそれを学校に証明してもらいなさいよということを、馬場共同代表から、伝えて、で今学校側にそういう証明書の文書の依頼をしているということです。だから学校側がそういう事実がないと、今度はっきり学校側からそういう否定されるようなことになれば、もうその時点でやめなさいよということも伝えています。で今日もって認証させるということはないと、でも今学校側にそれをお願いしているというふうに聞いてるんで、それやっぱり書類作る時間とか都合もあると思うんで、それを待ってると。ただそれがいつまでも、常識の範囲にあるよね。学校もそれはないんならないとすぐ言うでしょうし、それはまあ1週間程度でそれはっきりするんじゃないか。でもその時はもうやめると、やめなさいよということも伝えてますから、彼女にすると当時参議院の時の話というようなことで言ってるんで、でもそれはねやっぱり過去3年前であっても、虚偽の、そういう、経歴、詐称はダメですよ。他に質問があるんですか。今おっしゃってた木崎議員ですけど、ご本人と直接話したということなのか、馬場共同代表です。これ共同代表が窓口でやってくれてます。で、もう一つの二つ学校があって、もう一つ側からはそこで講師として、働いてたという。その証拠書類を提出してもらってるんで、だから待ってるということです。いつから何年度に何回、どういう授業をしたというのはもう一つの学校からはいただいてるし、それは間違いなく学校から の、 文章ですんで、だから2校あるうちの1校だから1校はきちっとそういう形で授業を受け持ってたんなら、もう一つも、我々は、そういう証明ができるんではないかなというふうには思ってるということです。例えば頻度が1回とか2回とかそういう頻度であったら、こう講師として認められるのか、それともこう臨時的に講師をいただいて講演しに行ったものなのか、そのあたりどのように判断されるのか。講師料として報酬を払っていただいた講師でしょ、講師料として。でそれは常勤ではないのは確かなんで、非常勤の、講師だというふうに捉えてますけど。他に質問があるか。一部のことでなんですけれども、元東京都知事の、猪瀬さんが維新から出馬するのではないかということが出てますけれども、まず内藤さんに何かそういった話ですか。候補者の、選定用等については、馬場幹事長と、それから馬場共同代表と藤田幹事長でやってもらってます。で僕にはある程度固まった時点で、ほぼ内定した時点で、ちょっと話が上がってくると。でそのいう形ですんで、まだ猪瀬さんが正式だということでは聞いてはいません。猪瀬さんですけども、東京都知事をですね、不正取得の問題で、辞められたという過去もあります。維新さんとしては政治と金というところでですね、これまで切り込んでこられたというところもあると思うんですけれども、その点から考えてですね、かなりもし推薦するときだったら、その辺りというのは、整合性とは言わないですけれども、その辺りというのは、どう捉えていらっしゃいますか。
もう毎日放送というのは人間一回失敗したら二度と立ち上がれんようにしたわけやね。ではない。だってもう5年間公民権停止されて、それはきちっとけじめつけてきたんじゃないの。毎日放送っていうのはもう人生何か一回失敗したらもう世間の表舞台からはずっと排除するメディアっていうことやな。そういうことを言ってるよ今、まあ、そういうふうなメディアと捉えておきます。我々はやっぱり再チャレンジは認めていきたいと思います。もう罪もちゃんとその、5年間の公民停止期間終わってるんだから、ありがとうございます。その先生、三本さんに、報道ではその全国比例じゃないかという報道なんですけども、どういうことを維新としては期待したい？いや、まだ決まってませんし、ただ三本さんはさっき、ちょっと間違いがあったけど、知事時代に、でも、そのことはそれとして、都知事としても、当時石原さんの時代の副知事としても、それから小泉政権時代の、道路、公団、改革にしてもやはり、改革マインドというのはお持ちだし、それから結果も作ってこられたと思ってます。その、人材をね、それは毎日放送はもう許すなって言うけど、やっぱり一つ間違いがあったからってやっぱりこれ、その間違いを反省してね、やっぱり国のために働きたいというのは僕は認めるべきだと思います。他に何かお話しますか？内容です。